じゃあ次はこちらのアウター上着の部分を作ってあげようと思います。構造的にはフードとこの下側の部分はちょっと分かれてるみたいですね。雰囲気そんな感じになるように作ってあげようと思います。まずはパーカー用の参考画像を読み込めますね。これも入れ替えちゃっていいかな。絵のアイコンのところからパーカー着用してる画像を読み込めます。横向きの画像も同じようにパーカーつけてる画像をピッと読み込めます。よし、じゃあこれでやっていきます。まずはシフト A からメッシュサークルを追加して、頂点数は12、この12で大丈夫です。タブキーで編集モード入って S でちっちゃくして G で上持ち上げて、髪の毛ちょっと邪魔なので一旦非表示しておきますね。最初はこの内側のフードのラインを作ってあげようと思います。 S でちっちゃくし、R で回転し、プロポーショナル編集も使いながらこういう風に後ろ下げ前下げって感じで、ざっくりとした形を作ります。こんな感じで前から見てもなんとなくの形を合わせてあげます。こんな感じかな。大体できたらオートミラー追加してミラーモディファイアつけてあげます。そしたら今度はこっからパーカーの外側のラインまで作ってあげます。 E で押し出ししてオルト S でわーって広げた後に G で移動させてあげます。真ん中のところは細くなってるので GG で移動して、一個一個頂点を移動してあげます。この横から見た時のこの真ん中のラインが他の腕とか服と同じラインに来るようにちょっと位置調整してあげます。今度は内側のループまた選択して EZ で下に押し出ししてあげます。 Alt S で内側にクッと寄せてあげます。全体調整した後は一個一個頂点選んで動かして調整してあげます。真ん中のところこういう風に繋がってないので一旦ミラーをこのテレビ画面のところでオフってからちょっとこっち側にずらしておいてあげます。そしたら今度はこことここのループを選択して右クリックのループツールスブリッジで面を張ってつなげてあげます。この背中のこのあたりはもうちょっと前の方がいいです。服に近づけてあげるように前にいい。大体の形できたら今度は下の部分を作ってあげます。重ねにすることになるのでこの下のワンピースと同じくらいの割になってないと貫通しちゃうのでそれを踏まえてこのワンピースから補正してやっていきようと思います。面選択モードでオルトクリックしてお腹のあたりのループ選択してからコントロールとペンキーのプラスでこのあたりが選択できたら、シフト D で複製して、エスケープを押して、それから Alt S でクイッと膨らませてあげます。こんくらいかな。
そしたら P で分離します。そしたら、パーカーと下の先、複製下の選択して、コントロール J でつなぎます。一旦右クリックでシェードフラットにしておいて作業しようかな。そしたら編集モードで、近くてつなげられそうなところをちょっとずつつないでいきます。こう一番後ろ、F で面を貼って、このループをもうちょっと GG で内側に移動してから、ここにも一個ループを追加してあげて、この4点で F。の袖口のところは、内側のワンピースと同じような、トポロジーにしたいので、一旦これ、このループ GG でもうちょっと下に下げて、コントロール R でループ追加して、ここの3って選んで、上に押し出しして S でちょこっとちっちゃくし、内側に寄せてあげます。で、その上で、この4って選んで F。この4って選んで F。で、目を張ってあげます。構造的にここは上のフードとくっつけたくないので、ここの1点選んで F で目を張ってあげます。ちょっとオブジェクト増えてきて見づらくなってきたので、ここのところからランダムで選んで、オブジェクトごとに色が違うようにしておいてあげます。そしたら袖口のところはインナーのワンピースと同じようなトポロジーになるように割りを追加してあげます。インナーワンピ、ここにこう、横向きのラインが入っているので、同じように、コントロールRでループ追加して、同じくらいの高さになってくる。一部めり込んじゃってるところは、めり込まないように手で調整してあげ、ここにも一個割りが欲しいので、右クリックでサブディバイドしてからこことここ J で繋いであげます。で、オルト S でクイッと膨らませると。さっき追加した分のループは手動で、ちょっと形を整えてあげます。前側にも割りを追加します。分割して、近いところを J で繋ぐっていう感じですね。ダブル割り出して J で繋ぐ。このフードの横のところカクッと変化してるので、ここはもうちょっと分割を追加してあげましょうか。コントロール B でベルをかけるとこういう風に結局尖った感じになっちゃうので、一旦 V で分離してから、Alt S で、膨らませ、反対側のループも Alt S で膨らませっていう感じで、一旦、ここに隙間作ってあげます。隙間作ってから、2個のループ選んで、右クリックのループツールのブリッジで繋いであげます。ここにもループ追加して、Alt S で膨らませてあげると、まぁ、ちょっといいかな？パーカーの内側のところにはもう1ループ追加して、Alt S で膨らませ、ちょっと凹んでる風にしておいてあげようと思います。奥に行くほどこう、凹みが大きくなるような感じにしておけばいいかな。後ろの3点はかなり下げておいて、
もうすでに割りを追加したこのあたりまで下げておきましょうか。うん、こんな感じでいいかな。そしたらこの部分はコントロール B でベベルかけてちょっとだけ柔らかい感じを出しておきます。ここにもループ追加して、このあたりはちょっとへこみ、後ろは逆にちょっと膨らましっていうのやると、布っぽい自然な感じが出るかな。この内側にもループ追加します。ループ追加したらちょっとオルト S で膨らませてあげます。ここにももう一分割足してあげましょうか。こことここ J でつなぎ、ここと奥のところ J でつなぎ、ちょっと見づらいですけど、この辺だけ表示するとこういう形になってますね。そしたら今度はもうちょっと下の方までアウターがあるので、このループ延長させてあげようと思います。コントロール R で今あるループのすぐ近くにループを追加して、一番下のループ選んで GGC でループの延長線上に伸ばしてあげます。このあたりがちょこっと膨らんでるっぽいので、オルト S で柔らかくほんのちょっとだけ形を調整してあげます。もうちょっと、しぼんでてもいいかもな。中央のところはなだらかに上に上がってるので、GG で1頂点ずつ選びながら、もうちょっと形を整えてあげます。後ろももうちょっと上に上がってるみたい、背面図を見ると。今度はこのちょこっとふんわり厚みがある部分を作ってあげます。まずはコントロール R で真ん中にループ追加して、一回クリックした後に E を押して、真ん中のラインに等幅平行になるようにこんくらいのラインを追加してあげます。このも下側にも同じようにコントロール R クリック E で、こっち側赤い点がある方じゃなくて逆側に平行にしたいから、こんくらいかな。もうちょっとこんくらいでクリックして確定してあげます。頂点がもうほぼ近いところはマージしちゃいます。そしたら今追加した部分をオルトクリック、シフトオルトクリックで選択して、P で分離してあげます。で、これに、ソリディファイ、モディファイアを追加すると、こんな感じですね。オフセットを、こっち側、外に飛び出る側にしといてあげましょうか。シックネス、こんなにいらないから。0.005 くらいでいいかな。そしたらモディファイア適用して、この絶妙に左右非対称になってる部分をやってあげようと思います。モディファイアのところにマウスカーソル持ってきて、コントロール A コントロール A で適用してから、一旦もうちょっとこの厚みの感じを調整しようと思います。辺をコントロールオルトクリックで選択して、キーボードのピリオドで
インディビジュアルオリジンズにしてあげてから S でちっちゃくしてあげるとちょっと幅変えられますよね。この若干段差ついてるぞみたいな感じでレベルかけた風に見えなくもない感じでしてあげます。ここも前側の部分を選択して S でちっちゃくして、一番下のところはいらないかな。 S でちっちゃくしてちょっとベベルかけた風な感じにしておきます。そしたらここの1ループ選択して V で分離してあげます。エスケープを押して、でこっち側を選んでちょっと横にずらしてあげます。こんな感じかな。真ん中のループいらないから一旦ループ選択して X でディゾルブエッジで消しておきます。の方はちょっと作業しやすいかも。この中央のところは GC とかでもうちょっとこのあたりに移動してあげて、一旦ここの面削除してこの4点で F で面を貼ってあげます。で、この穴が開いてるところを F で面貼って FFFF で、まあ、これで奥まで面を貼ってあげられましたね。ここのところにも段差が欲しいので、一旦こっち GG で、ちょっと右側にずらしてから、この2辺選んで、サブディバイドして、この2点を GG で、このくらいまでずらしてあげて、ここもまた、サブディバイドして、ここを J でつなげてあげます。GG してあげて、今追加した分割の部分をちょっと膨らませてあげます。そしたらこことここ J でつないで、こことここも J でつないで、でやるとなんとなくここに厚みがある風に見えますよね。オブジェクトモードで右クリックのフェードオートスムースにしてアングルは180にしておきます。ね、ポキッとさせたいこの段差部分のところはコントロール E でマークシャープってしてあげます。でちょっと重なってる風になってくれたかな。では上の方ももうちょっと調整してあげようと思います。一旦このフードとフード以外を分離させたいので、つながってる部分このところを一旦コントロール E でマークシームってしてあげて、面選択モードで L ってやってパーカーだけを選びます。でその上で P で分離してあげます。まずはこっちのパーカー以外の部分を調整したいんですけど、ここがもっと下っぽいので、こことここを J で繋いでから、この三角形を X キーで削除してあげます。で、こっちの厚みがある部分も一番上のところを削除してあげて、ここは面を貼ってあげます。袖口のところはここでやったのと同じようにちょこっと厚みついてる風にしてあげようと思います。ループ選択してここからここだけですね。で、ループツールズのリラックスからちょっとリラックスかけ、形がちょっと変わっちゃったところは直してあげ、ループ選択して F で面貼って、もうちょっと空間があった方がいい気がするので S でちょっと大きくしてから I でインセットしてあげます。
ちょい厚みが大きいくらいにしておいてあげて、 X キーで面を削除してあげます。もうちょっと GC で後ろにずらしておきますね。この辺もちょっと膨らませて、服の厚みがあるんだぞ的な雰囲気で調整してあげます。さっきのでちょっとずれちゃったところはスナップをシフトタブでオンにして、スナップ先頂点にするのと、アクティブっていうのスナップ先アクティブにしておいて、アクティブな部分をピッとスナップさせてあげてください。これも上側をパーカーのところにピッとスナップですね。これも分割足して、ちょっと見づらいのでこれだけに表示するんですけど、ここにも分割足してパーカーとくっつけてあげましょうか。スナップを上にピッと、でここちょっとへこませ、これでちょっと服に厚みありますよ的な感じでできたかな。右クリックでレドスムースしてあげるとこんな感じですね。この辺ちょっとへこんでるところは膨らませて置いてあげるか。中の方でもシェードスムースしておいてあげますね。あとはこのあたりの処理をやってあげましょうか。ちょっと割りを減らしたいので、一旦 S でクイッとちっちゃくしてから、つなげられそうなところはつなげてあげます。この3点とかつなげられそうなので、マージして、ここもマージして、この3点もマージできるかな。でも、あんま問題なさそう。最終的には4点になりました。で、ここの4点を B で押し出しして、マージして、1個のちっこい点にしておいてあげます。これはもうちょっと大きくしてこの辺にピョイってやっておいてあげましょうか。もうちょっと厚みがある感じにしておいてあげて、ねじれてる風になっちゃってるところは J でつないで、ちょっとだけトポロジー変えてあげます。もうちょい移動して、で移動したらこっちのくっつくはずの部分が多分くっつかなくなっているので、スナップでピッとくっつけておいてあげます。隙間が見えないようにっていう意図ですね。実際メッシュをくっつけるわけじゃないんだけど、面がえぐれてる風になって、ここだけ手でつないで三角にしておいてあげますね。パーカーだけ表示するとこんな感じですね。このメインのピンクの部分は、こっちから見ると裏面が見えてるんですけど、両面表示のシェーダーを使って、これは処理してあげようかなと思います。ではこの袖部分を作っていようと思います。のパーカーの後ろのところにはうさ耳みたいなのがついてるのを忘れていたので、それを作ります。まずはこの辺選択してシフト DY で後ろに複製してあげて、一旦 P で分離します。でここから PZ で下に押し出しして、 B
一旦下のところまっすぐにしてあげます。大体でもうちょっと中央寄りにしてあげて、真ん中にコントロール R でループ追加して、真下の3点を選んで EZ で下に押し出しして、の端っこの2点をバーテックスの中のスムースバーダシスでちょこっとゆるっとしてあげます。コントロール R でまたこのパーカーと同じくらいの高さのところにループ追加して、ちょっとだけ傾きつけたりしつつ、ちょっと外羽だと可愛いかなと思います。で、パーカーの方に上のところは寄せてあげ、大体 OK やったら、A で全部選択して E で押し出しします。上のところを E で押し出しして、今度こっち側を E で前に押し出しして、それでパーカーじゃないや、フードにくっつけてあげようと思います。つける前にフードの方を分割足しておこうと思います。こことここに必要だから、コントロールオルトクリックでループ選択して、右クリックのサブディバイドってやってあげた後に、この左下のところでスムースネスをちょっと上げておいてあげます。 1.5 とか、1.5 くらいでもいいかも。1個の右クリックサブディバイドね。そしたら耳とパーカー選択してコントロール J で一緒にします。で、右クリックのシェードスムースをかけておきます。一旦スラッシュでこれだけ表示させておきますね。耳の方はこことここの面がいらないと思うので X で削除しておいて、フードの方はこことここがいらないと思うので X で削除。この位置もうちょっと横にずらしておいてから、こことここ、こことここっていう風につなげてあげます。見て選んでマージ、ここセンターとかでいいかな、これとこれとこれ選んでマージアットセンター。これもうちょっとシフトクリック、耳側に出しておいて、ここ選んでマージアットセンターのマージアットセンター、このエッジは X キーでリゾルブエッジズしておいたらいいかな。それでなんとなく耳っぽいものがつながってくれたかなと思います。もうちょっと手前に寄ってもいいかな、まあ、ここにくっついてないとダメで、選んでマージ、ガタついてるところとかはループツールズのリラックスとか使うといいと思う。さっきここに分割足したせいでこの割りが合わなくなっているので、この2辺選んで X キーでディゾルブする、ここも2辺選んで X キーでディゾルブするってしてあげた後に、今五角形になっているこの部分はコントロール T で三角化してあげます。内側もコントロール T で VG みたいな風になってたら OK ですね。それした上で、
パーカーのところもっと上っぽいので変えてあげます。同時にフードと本体の方両方一緒に編集モードに入って、重なってる頂点のところを一緒にこうやってグイーって上げてあげます。そんなに上すぎると多分髪の毛と干渉しやすいから、そこまで上じゃなくてもいいかな。この首のこの段くらいまででいいと思う。プロポーショナル編集の接続のみにチェックを入れてない状態でサークルちっちゃくして動かすと、多分一緒の位置の、ほぼ同じ位置のやつは一緒に動いてくれると思う。この後ろの首元のところもうちょっとこのペラペラな感じ、カクって切り替わってる感じが嫌なので、ここにも布の厚み的なのをつけてあげようと思います。一旦こっからコントロールクリックをしながら、このあたり選んであげて、V で分離して、Z でちょこっと上に上げてあげ、後ろの方は、もっと、後ろに、いや、もうちょっと、横にっていう風に幅を作ってあげます。大体幅できたら2辺選んで F 目貼って FFFF。 うーん、ここ詰まっていいけど、しょうがないかな。もうちょっとスライドして形整えて、赤はだいたいこんな感じでいいかなと思います。次は袖、腕の方も作ってあげますね。ネタが飛んでしまいました。パーカーとかアウター作り終わったここだったんだけど、ここボボの予定にしたのボテなかった。手にしておきたいところですね。ちょっとトポロジー変わっちゃうかもだけど、できるだけ再現できるように元に戻してみますね。トポロジーとか造形がちょっと変わってしまってたら、それはすまん、大体元に戻せたかな。多少ちょっと多分パーカーのこの辺とかトポロジー変わっちゃったかもしれないけど、そこは臨機応変にやっていただければと思います。すみません。次は、腕のところを作っていきたいと思います。次はこの服の袖の部分、ペンギンの羽みたいなこの部分を作ってあげようと思います。一旦フード邪魔なので、オブジェクト H キーで表示にしておいて、腕のこの部分にいいかな、この部分選択してシフト D で複製 X で横に移動します。で、別オブジェクトでやりたいので P で分離しておきます。で、こっちのオブジェクト選んで、一旦ループツールズ、右クリックのループツールズ、リラックスで、ちょっと緩やかな感じにしておきますね。あとは SX でグイッと、グイッと、まっすぐな感じにしてあげて、で、これ服的にちょっと見えないんですけど、こんな感じでちょっと肩空いてるみたいなんですよね。なので、キーボードのピリオドでピボットポイントアクティブエレメントにしてあげて、一番下のところアクティブにして、それ中心にちょっとだけこっち向きに傾けてあげます。腕を下ろしたらどうせもうちょっと肩見えると思うので、ほんのちょっとでとりあえずいいかなと思います。もし問題あれば後々修正するということで、 EX でそのまま横に押し出しして、指がほんのちょっと見えるくらいまであるみたいですね、長さ。一旦 SX0 でまっすぐにしてあげて、プロポーショナル編集をオンにしてから、
ぐいっと広げてあげます。ふやけももうちょっと SY でぐいっと広げてあげます。手をパーにしてもギリギリ干渉しないかなくらいにしておきますね。ここはもうちょっと合わせまくてもいいかもですね。うん。この線が入ってるところが一番膨らんでる感じになってるっぽいので、ここが線が入るラインだとして、ちょっと前に出し、ここが一番飛び出るような感じに調整してあげます。ここも選択しやすいように SZ0 で高さ合わせておいてあげてもいいかも。SZ0。大体始点と終点の形はできたかな。そしたら真ん中にもループ追加してあげて、ここもちょっと膨らんでるっぽいので、Alt S でクイッと膨らませてあげます。この辺にもループ追加して、形を調整。ちょっと下げたりしてもいいかも。ここにもループ追加して、下のところをオルトしてちょこっと膨らませてあげてもいいかも。形は大体こんな感じでいいかなと思うんですけど、腕を下ろした時に、こういう風になって体に多分突き刺さる感じになるんですね。で、物理演算でやってもちょっとやりづらいとは思うので、最終的にもうちょっとこういう風に、後ろにピョイーンって伸びたような感じにしようかなと思います。今のところ、あとはもうちょっと腕と合わせて割りを足したりとかもしたいので、後々形を変えるとして、今のところはこういう風にしておきます。あとは、ソリディファイモディファイヤーを追加して厚みをつけてあげます。0.002 とか、0.004。0.004 とかちょっと厚みがある感じにしておきます。一番下のところは、厚みがめちゃくちゃ薄くなってるように見えるので、この Even6ness っていうのにチェック入れてあげると、ある程度薄くなりすぎるのを防げるかなと思います。オブジェクトモードでシェードスムースしてあげて、こんな感じですね。体のウェイトとかやった後にまた肘あたりとかに割り足したりすると思うんですけど、とりあえずの形はこんな感じでいいかなと思います。